大牟田市が提訴するのは広島市のウエスト電力です大分田市はこの会社と去年10月から今年9月まで庁舎や学校などの電力を購入する契約を結んでいましたしかし今年3月にウエスト電力がエネルギーの価格高騰を理由に事業の撤退を発表新たな電力事業者も見つからず5月からは標準価格の1.2倍の料金で 九州電力総配電から電力を購入することになったということです。今回の訴状の請求額は5月分のみで、市は最終的に9月までの電気料金の差額分およそ5000万円を請求する方針です。ウエスト電力は RKB の取材に対し、できる範囲の対応をしていきたいと話しています。